はいい黄金星でございます、えー、今日なんですけども、えー、ディスコードお知らせやっぱり、えー、来てましたね、えー、10月の潜在キャラクター来ておりましたというところで見ていきたいなと思うんですけれども、えー、アンケートの結果からというところでまず、えー、カルツ、えー、そしてこれのナートレーザーというところが、えー、こちら10月の上旬ですねもしかしたら1週目金曜日 それはないか8日かな月曜日なのかなとりあえず10月の上旬に、えー、こちらのキャラクター、えー、潜在となっているようですさあそして、えー、ドリコレのキャラクターで、えー、カーザグランデ、えー、そしてなんとイガワが出てますねで、えー リバウルリバウルねここで出てきてるのでフェスリバない人とかはすごいまた、えー、チャンスなのかなと。でドリコレでいくとアルベルトが直近、えー、ブーストしておりましたのでカーザリバがブーストする可能性。で楽しみなのはスーパーサブナットレーザーがどのような形で化けていくのか。 はい、この辺はねちょっと楽しみかなとあとカルツに関しては、えー、ドイツの JY というところにバフがついてたのがこれがどうなっていくかというところですねさあそして、えー、来月のフェスはついに橘兄弟の潜在が来ましたこれすごい楽しみな方多いんじゃないかなと思うんですけどもはいどういった内容になるかというところで原稿、えー、のキャラクターの方を見ていきたいなと思います現行のく、えー、んんなですけども、えー OM OMFDMF キラー15%ということで能力的には非常にパスカットが強いキャラですね当時これを持っていた人はとりあえずパスカットだけしておけば OK みたいな感じになってたかなと思うんですけどとりあえず技が、えー、オフェンス技特にパスですねこの辺が強いパスが出てきたりするとだいぶさらに使い勝手良くなるのかなというところで楽しみにしたいなというところなんですけども。 そうですねこのキャラクターでいくとやっぱ自動パスカットもうどちらかというとアルベルトの、えー、OMFDMF フォワードできる版みたいなある <laughs> くらいが理想ですよねきっとね多分、うん。なので多くは求めますけど封印ガードがついてて、えー、自動パスカットがもう 80%100% 感じで。 なってて、要はアルベルト,です、ね、<laughs> アルベルトになってればこれでえー、っとあれが止まるんじゃないですかタイガー・ボランとかリーバウールが止まっていくようなキャラクターになっていけば、えー、使う人そして絆が、えー、3.5最低3.54%欲しいまあでも,でも昨今だと4%欲しいのかなはいまあデバフの方には振らないかなと思うんですけどまあ4%キャラであってほしいなと願います さあえー、そしてこちらマサくんえー、今は DMF ゴールキーパーキラーっていうのでパラメーターが15%上がるというような形になっています、えー、今までの、えー、キャラクターですと大体いいペナルティエリアマスターとかがついてるので、まあ、今回もペナマスついてるのかなっていう気もするんですが、まあえー、ダブルこちらもやっぱり自動パスカット入ってきてなおかつ何が入ってくるといいんでしょうね はい、まああのーまあ、ペナルティーエリアマスターとかが入ってくるのかなはいこれでまあミューラー低浮き高浮きともにミューラーがね抜けるような形もしくは、えー、高浮き低浮きの必殺技威力がブーストするような形もしくはコンビ技のシュートはコンビ技がかける15%とか最近あるので、まあ、そういったような形になってくるとまあでもコンビ技系とかで威力アップとかがついてくるとだいぶ面白いキャラクターになってくるのかなと思います。 はいさあそしてこちら、えー、井川ですすねでに潜在済みなキャラクターなんですけれども、えー、とゴールデン23の選手のパラメータが1%上がるとシュートキラーが高浮けで15%読み勝ちが30%でなおかつ高浮けがそもそももともと得意なキャラクターになっております。で、えー、シュートキラーがポイン、えー、普通の特技なので高浮けに関してはもうめっぽう強いというような形なんですが今だとシュートキラーに関しては。 そうですねまああのジェンティーレみたいにまとめてる場合もあるのでまあまとめてほしいなっていうシュートキラー45とかついても面白いんですが井川、えー、クトの、えー、この即です、ね、気まぐれなエリートに関してはやはりポイントはリカバー80%これ非常にでかいなっていうとやっぱり読みがち30%で今強いパスカットもありますのでこの強いパスカット入れてまあ能力ブーストしてリカバー80%あるとだいぶ厄介なキャラクターになってくるんではないかなというのでやっぱりねこう ディフェンダーでリカバー80っていうのは非常に怖いキャラクターではないかなっていうのとあとは若干ね絆が低いような気もするんですよでこの辺、えー、埋めれる場所があまり変わらないので、まあ、この変わるとしたシュートキラーとパラメータアップのところですからここがねどういうふうに情報修正されるかはいもともとシュートキラー浮き玉以外っていうので持ってるのでこれがね、どういうふうになっていくかって楽しみなのかなと、まあ、あとねチームスキルの方も多分変わってくるかなと思いますので、まあ即 でえー、5人以上いると21%とか 22%23 はないんじゃないかなと思うんですけども、はい、ちょっと楽しみなキャラクターの一人ではないかなと思います。さあそして、えー、若干フグ フフグ感はあったんですけども、えー、こちらのリバウールキャッチキラーというのがついててシュートですねキャッチした場合はパラメータ50%っていうのが上がるキャラクターになっております、えー、スカイホークシュートというロングシュート、えー、もう確かねスカイホークのね論襲を持ってるキャラクターなんですけどもこちらの方も潜在が来てるとこの辺がどういうふうにもうひたすらシュートとかのリバウールになってたりとかするとまたちょっとドリフェイスト差別化されて面白いんですがなんとなく出てで デバフに振られててししまううううんんじゃななないいいかかかかっていう気もするんですするでででけどいかがでしょうかどがょねなんとなくデバフに振られそうな気がするんですけどはい、まあ、こちらも非常に楽しみなキャラクターただ自分これ持ってないんでねここの次もこちらも持ってないんですよカーザグランデ、えー、合力インターセプト持っておりますえ技、ー、巣力ペナルティエリアで、えー、ペナルティエリアマスターでパラメータ30%上がるタイプなので うん、この辺どうなのかまあ別途特技で相ダ君みたく、えー、バイタルでまた違う能力中央エリアで違う能力みたいな形で持たれるかもしれないですね。はい、読みがちか,か自動パスカットつくと非常に使いやすくなるキャラクターなのかなと思うんですけど現状は、えー、ペルティエリアマスターというので技の多分あの白のグランデの方が今のところは使いやすいイメージなんですけどこれがどういう風に、えー、変わっていくか。 うん、非常に楽しみなキャラクターの一人でもありますね。はい、さそしてこちら、えー、2周年3周年前は多くの方がねあの使っていたキャラクターかなと思うんですけどもいろんなデッキで後半から8人団結の時代ですけれども、えー、とりあえずねあのキックオフ最後のあとに私はド,ドリドンドリ元祖ドリドンキャラですけども元祖かな元祖じゃないかなドリドンの元祖ってのはとりあえずはでしたっけ ちちょっっと忘れちゃったなはい、えー、移動距離が2.5倍アップそして全力ゲージがプラス20%えー、多分ねこの辺まあ、うん、そうですよねうんで若林キラーが5%まあ現状今なかなかあこれはそっか自分の若林取れないなこれドリブルされちゃうとそうですねちょっと気をつけないとそして全力ゲージアップですねー、えー、全力ゲージが確かこれゴールすると20%上がるとかそういうキャラクターじゃなかったかな忘れちゃいましたねはい。 で急、急角度シューターがついてるっていうのでどこのところ多分全力ゲージもしパラメータダウン体勢も持っているのでどこのゲージゲージ自体はもうすでにスロット満タンになってますから何を削ってくるかですね。絆が入ってくると思うので どこかなデバフデバフなのかなど,どうかなはい、まあ、ちょっとねあの後半からいきなり絆も漏れたりとかなんか特殊なせっかく多分スーパーサブは変わらないと思うのでスーパーサブなんだけどものすごい劇的にゲームが変化するキャラクターだったりすると面白いかなと思うんですけどミラクルドリブルのねめちゃめちゃ使ってた人多い,いんじゃないかなと思いますはいちょうどだからあれですよね DCS の 初めてやる時とかでみすげーみんな使ってたキャラクターなのかなはいそんな感じですねはいさあ、えー、このキャラクター久しぶりに生き返るみたいなのでどういうふうな内容になるか、えー、楽しみにしたいなと思いますさあえー、っとそうですねスーパーサブで50%というところでこれスーパーサブで今のパラメータのまま100%とかなんどどうなのかな本当に無双回やは止めれるキャラクターとかいるかな 80%くらいとかでもだいぶやわそうな気がするんですけどどういうふうになっていくかねちょっと楽しみにしたいなと思います。さあそしてラストなんですけども「えー、燃え上がるゲルマン魂」えー「ヘルマン・カルツ」というところで、えー、現状は JY ですねドイツのパラメータ4%上がるキャラクターなんですがこれがここのまま多分おそらく絆が4%ただスロット1個空いてますのですでに自動パスカット。 自動パスカットでリカバーついてて全力全開全封印無効化っていうのは非常にいい機能かなと思うのであと一つスロット足すんだったら何だろうなうんドイツのキャラクターにダブル絆になっててドイツのキャラクターにブーストがかけれるような仕様になっているのかどうなんですかねこのキャラクター必要なスキルの心が非常に多いっていうのも特徴なキャラクターです。はい <laughs> どんだけいるんだよみたいなキャラクターなんですけども、はい、非常にね自分もこれはもうほんと初期の初期のキャラの方ですよねうん初期2周年とか行く前ですよね翼カップとかやってた時のキャラクターだったと思うんですけど非常に、はい、強かったキャラクターではないかなと思いますはいさあ、えー、こんな形で、えー、以上ですね何キャラクターだまとめて見ていきますと 1234567というので7対10月新規の情報修正と潜在キャラクター来るというような内容になっております。はいドリコレが3体ドリフェスも3体そして、えー、まさかねこのユニホームの、えー、井川君がねあの潜在すると思わなかったですけど今後もねそういう、えー、期待ができるのかな。はいで、えー、お知らせの方が来ておりまして。 でえー、まずはドリコレのお知らせだったんですけども、えー、ディスコードのところの変更がありますよというところで、えー、キモさんのところが、ね、正直なところ投稿の内容が万年ネ化しておりプレイヤーの皆様の期待に応えられないと感じる部分があったため、えー、ディスコードの内容を変えていきますということですプロジェクトメンバーと話し合い皆様から頂い,いたフィードバックをもとにアプリ内の新情報やより詳しい情報を提供するのが良いではないかというようになって今回から、えー、変わりますよというまあ以前 ももあったんですけども、えー、運用チーム新規開発チームタスクフォース選手設計チームイラストなどを制作しているクリエイティブチームなどが投稿をし をえー、予定しておりますとといいうことみたいですで従来通りですね水曜日が本戦で週1投稿なんですけど金曜日になる場合も部署によってはありますよとで最後になんですけども思いは変わらないので以前と同様なのですが世界中のキャプテン翼ファンがつながるアプリをビジョンに運営してますと昨年2020年の6月10日このディスコードサーバーを正式リリースさせていただきたくさんのご意見をいただきつつタスクフォースという新しい体制を作ることで少しずつですが プレイヤーの皆様の声をアプリに反映できたかと思います。皆様本当にたくさんのご意見ありがとうございます。えー、継続して実施していきたいと思いますということです。はい。えー まず改善すべきポイントはまだまだありますが今後も長期的に運営していきたいと考えていますので一方的な運営ではなくプレイヤーの皆様と一緒にワクワク楽しめるアプリを運営していければと思っております引き続き全力で、えー、戦いドリームチームを運営していきますのでどうぞよろしくお願いしますということです はいでえー、大木さんも同じようなことですね、えー、10月から、えー、投稿内容を変更しますよというところを同じようなことで,で体制の都合で申し訳ないんですけどっていうところで、えー、投稿頻度については不定期って書いてあるんですけど最初水曜日って書いてあったりとかちょっと2人の話がね若干食い違ってる部分があるので何となくこの辺はオブラートで終わっていこうかなと思います。はい、さあそしてですね